あんたも顔が広いな。今度はシーカーの客だぜ。あんたはゾアの町にいたシーカーだろ。無事だったのか。まあなんとかね。実はあんたのことを待ってたんだ。ガッシュに伝言頼まれてね。すぐシーカーの里に来てほしいぜ。シーカーの里、そんなものがあるのか。外の人間には秘密なんだ。詳しい場所はこの地図に書いてある。ガッシュがそこで待ってるんだ。よ、久しぶりだな。ガッシュ、一体どういうことなんだ。まあ待てよ、アゼルを収容する方が先だ。収容って。彼女は俺たちに任せてくれ。悪いよね、しない。目覚めさせるための処置をするだけだ。わかった、よろしく頼む。任しとくって。俺は広場の方にいる。話があるんだ。後で来てくれ。私たちの目的は聞いたんだろ。行く当てがないなら仲間になりなよ。バカ言うなよ。9世紀の力に人間がかなうわけないだろ。なんだよその言い方。せっかく助けてやったのにさ。本当に生き残りはいなかったのか。お前らよく探したのかよ。なら自分で調べに行ったらどうだい。パエット、無事だったのか。空中戦で脱出できたんでね。でもすぐ不時着しちまってさ。そこをシーカーどもに拾われたんだ。結局ゾアは全滅しちまったってさ。何が神の仕持ちだ。お笑い草だぜ。ごめん。いや別にお前が悪いわけじゃないって。シーカーどもの話聞いたか。えらい連中に関わっちまったみたいだぜ。もっと長く飛べるはずだったんだけど、なんで不時着しちまったのかな。あんたがドラゴン乗りか。よろしくね。私は探索兵のラグってんだ。ガッシュがあんたを待ってるよ。あんたの連れは病室に運んであるよ。後で様子を見に行ってやりな。来たか。ついてきてくれ。話しておきたいことがある。あの恒星生物の群れ、それに帝国軍は。心配ない。部下たちが監視してる。動きがあればわかるはずだ。部下？シーカーってのは高度に組織化された集団だ。世間にはただの盗掘者集団みたいに思わせてるがな。グリゴーリグ、止まりました。帝国軍の残存部隊も撤退中です。わかった。現状を維持しろ。は。今は俺がそのシーカーたちを束ねてる。
意外だったか？誰もこんな人間がリーダーだとは思わない。シーカーって集団がまさにそれなのさ。ここだ。シーカーはもう200年近く9世紀の研究を続けている。お前に会ったのだって偶然じゃない。ドラゴンを手に入れた人間を野放しにはできないんだな。ずっと行動を監視させてもらった。じゃあ僕を助けてくれた時も？そういうことだ。全てはこいつを破壊するためだ。帝国が塔と呼び追い求め、クレイメンが守ろうとした全ての源。ちょっと待ってくれ。あんたは、いや、あんたたちは一体何者なんだ？シーカーが組織だって言ったけど、じゃあその目的は？なぜ正体を隠す？全てはこの世界を取り戻すためだ。そうだ、そのために塔、いや、9世紀の遺跡すべてを破壊する。塔破壊？だってあれは、クレーメンに聞いたのか。確かに奴の言う通り、これは世界を再生させるためのものだ。こいつらに管理されていれば滅亡はない。だが生きてるんじゃない、生かされてるだけだ。しかし、エッジ、初めて会った時に言ったものを覚えてるか？ああ、俺たちシーカーはああいった恒星生物にやられた町や村の生き残りなんだ。正義は俺たちにないかもしれん。だがエゴと言われようと何と言われようと、人間はあがく。俺たちも例外じゃない。そしてそのためには、アゼルが必要か？しかしそれだけじゃない。塔の機能を止めるためにはこいつが必要なんだ。ドラゴン！各地に散らばる塔や遺跡は過去に全てドラゴンによってその機能を奪われている。絶対の客人とはドラゴンそのもののことだったのさ。アゼルにはドラゴンを導いてもらう。彼女が協力してくれるのか？9世紀の亡霊に生かされ続けるのはもうごめんだ。俺たちがもう一度自分で歩き始めるためにはアゼルが必要なんだ。詳しくは網人のザドクが知っている。話を聞いてくれ。全てはそれからだ。俺は他にやることがある。この場所は自由に使ってくれ。エッジ、お前戦いっぱなしだったんだろう。ゆっくり休むといい。
あのパエットって男、あんたの知り合い？なんだよあの態度。助けてやるんじゃなかったよ。へえ、普通の人間と変わんないんだね。ドラゴン乗りなのにさ。あんた、一緒に戦ってくれるんだろ？ドラゴンの力で私たちを導いてよ。訓練の方はどんな調子だ？うん、もうすぐ終わるよ。次はみんなと一緒に行けるかもね。ガッシュが言ってたのってあの子のこと？そうだ、彼女は何としても守らねばならん。シーカーの里へようこそ。私は探索兵シメオンです。帝国の体制は崩れつつあります。あなたとドラゴンの働きのおかげです。探索兵たちの士気が上がっています。これもドラゴンが現れたせいでしょう。俺、探索兵見習いのルーベンです。よろしくお願いします。やっぱりドラゴンは味方だったんだ。俺、まだ訓練中なんです。早く一人前になって、戦いに出たいな。あんたがドラゴンの乗り手か。俺は探索兵ペレスだ。よろしくな。実を言うとさ、俺シーカーの仲間に入ったばかりなんだ。新入りが増えると気が楽だよ。ドラゴンに乗るってどんな気分だい？よかったら今度乗せてくれよ。私は森人のラーだってもんさ。よろしくね。あんたのお連れさんなら心配ないよ。そのうち目が覚めるはずさ。ここに来るまで大変だったんだろう。ゆっくり休んでおゆき。パエットと一緒にこの船で脱出したとき、ゾアの町が吹っ飛ぶのが見えたよ。あんたに見捨てられた町がね。見捨てられただって？しらばっくれてもダメだよ。シーカーからあんたのこと聞いたんだ。神の使いのくせにどうして町を見捨てたんだよ。僕は神の使いなんかじゃない。この間まではただのハンターだったんだ。でも今はドラゴンがいるじゃないか。なのにあんた町を守ってくれなかった。俺のことはもうほっといてくれよ。俺は一人で生きていくんだ。
助けもいらないよ。ドラゴンの少年よ、やっと会うことができたな。あなたは？私は網人ザドクだ。9世紀の研究を行っている。まずはこれを受け取ってほしい。かつてドラゴン乗りだった男の記録だ。彼はこの里を率いたシーカーであり、ガッシュの師でもあった。どうしてそれを僕に？君に託されるべきものだからだ。彼と同じドラゴン乗りの君にな。ガッシュから話は聞いたかね？うん。でもいきなりあんなこと言われても。そうか、まあ無理もないだろうな。君に渡した書物にも書いてあるが、君のドラゴンには塔を破壊する力がある。我々が君を監視していたのもそのためだ。だが塔は世界中に散らばっている。その全てを破壊するにはさらに数百年以上の時を要する。そんな。しかし彼女の存在が状況を変えた。彼女の力を使えばおそらく。アゼルのことか。アゼルに何をさせるつもりなんだ？セストレンへの道を開いてもらう。彼女にならそれができるはずだ。セストレン？この世ならぬ道で塔とつながり、すべての塔を滑る魂の器。9世紀の記録にそう記されている場所だ。ガッシュはそこを攻めるつもりだ。そうだ。彼女がドラゴンをセストレンに導き、ドラゴンがセストレンを破壊すれば、すべての塔は一瞬で死に絶える。すべての塔をコントロールする場所だ。君のドラゴンがセストレンを破壊したとき、世界は9世紀の意志から解放される。世界管理の意志を無に返す鍵だという。しかしその実態は不明のままだった。君のドラゴンを指す言葉だと分かったのは我々の世代になってからのことだ。塔の守護者として創造された存在だ。ただし君のドラゴンだけは違う。塔の破壊を目指す唯一の個体なのだ。ショック状態を解除する処置を行った。間もなく目覚めるだろう。塔はセストレンに通じる道でもある。それを開くことができるのは彼女だけだ。9世紀の意志は滅びたわけではない。今でもこの世界を縛り続けているのだ。恒星生物はいわば塔のしもべだ。純血種ほどその指令に忠実に動く。元来帝国の始祖は
シーカーの一派だったセストレンに対抗する力を求めた者たちだ。彼らは帝国を起こし国力を増強したが、本来の目的は徐々に忘れられている。我らはこのような里を各地に持っている。里は遺跡探索の拠点なのだ。スキアド・オプス、すなわち影の目、里を率いる者に与えられる名前だ。そしてその正体と組織力は常に隠される。守り火については調べがついている。同様の発掘品に関する記録があるのだ。これを読んでみたまえ。町から来たパエットという男だが、浮力で空中戦を組み上げたそうだな。彼には調整士の素質がありそうだ。持っていきなさい。何かの役に立つかもしれん。よう、無事だったか、ドラゴン乗り。あれ、あんた確かゾアの町で。そう、道具屋のヤレドさ。ここじゃ調整士だけどな。あんたもシーカーだったのか。まあそういうこった。お前さんを監視してたんだ、ガシュの命令でな。黙ってて悪かったな。まあこれからもよろしく頼むぜ。よう、お前さんの持ってきた銃を改造したんだ。よかったら使ってくれよ。よう、ゾアの町の連中も助けたかったんだがな。よう、パエットたちは空中戦で脱出したらしいぜ。よう、調子はどうだ。様子は？大丈夫か？うなされてたみたいだけど。うなされてた？ああ、悪い夢でも見たのか？あの人を殺したの？私が。夢？そうか、夢。何？夢を見るのが初めてみたいな口ぶりだな。初めてよ。今まではこんなことはなかった。あの人は死んだよ。
クライメンは恒星生物に殺された。だけど奴は本望だろうよ。自分の主張通り間引かれて死んだんだからな。あんたが起こした恒星生物にな。ガッシュ。そんな目で見るなよ。俺だって彼女が憎いわけじゃない。ただ誰が敵か気づいてほしいだけだ。現れました。方位072500リオン。ものすごい数です。どっちだ。恒星生物とグリグオリグ両方です。わかった。すぐ監視台に行く。しばらく一人にして。ちょっと待って。まだ名前も聞いてなかった。僕はエッジ。エッジ、ありがとう。主を失ってもその行動を止めはしないか。環境に恒星生物がびっしり張り付いてる。おそらく生存者はいまい。じゃあコントロールを失って手当たり次第に攻撃している。今の奴は敵味方の区別なく攻撃する、ただの殺戮兵器に過ぎん。第二次防衛線までは放棄させろ。急げよ、時間がない。はい。エッジ、頼めるか。あのデカブツだけは俺たちの手に負えん。そのつもりで僕をここに置いてたんだろう。ずっと前、遺跡やエンジン、そして恒星生物が作られた時代よ。具合はどう？大丈夫。消耗しただけだから自然に回復するわ。ならいいけど。
何か食べた方がいいんじゃないか。目覚めたばかりの頃、あの人も食べ物や水をくれたわ。だけど私の体は地上の糧を受け付けないの。ここに残るように言われたの。何かあるといけないからって。私に守られる理由なんてないのに。あの人はいつも言ってたわ。私に与えられた使命はもう無意味だって。それなのに私は力に目覚めてしまった。バイカから話は聞いたよ。あんたは息子の命の恩人だ。お礼にこれを受け取ってほしい。このキャラバンで一番高価なものだ。結局わしは薬を持ち帰れなかった。息子が助かったのはあんたのおかげだよ。あの焼け跡が何だかわかるか。ゾアの森の慣れの果てだ。帝国に焼かれてしまったんだ。わしらの希望は灰になってしまった。息子が助かったのがせめてもの救いだ。あの子のことでは世話になった。町の焼け跡に掘り返した跡があった。多分シーカーの仕業だろうな。役立ちそうなものは何も残ってなかったよ。森を焼いたのは帝国らしいな。奴らの武器は9世紀のもの。結局俺も奴らと同類なのか。坊主の薬を調達してくれたんだってな。俺が礼を言うのも変だけど、ありがとよ。暗夕の旦那、がっくり来てたろ。やっと目的地に着いたのこれだもんな。森を焼いたのは帝国だぜ。血中のやり方いつも同じさ。奪うか、焼き払うか。兄ちゃんが薬をくれたって本当？ありがとよ。なんかみんな元気ないんだよな。俺が病気だったからかな。やっぱりここには住めないの？当たり前じゃないか。こんな焼け跡に何があるって言うんだい。遠隔の命が助かっただけでもありがたいと思わなくちゃね。うん、大丈夫。
いつかはいい土地が見つかるよ。遠隔の様子見ましたか？病気だったのが嘘みたい。ここなら静かに暮らせると思ったのに。私たちの居場所はもうないんでしょうか？あの子、すっかり元気になっただろ。帝国ってのはひどい奴らだね。まったく、やっとここまでたどり着いたってのにさ。腰を落ち着けるのは当分お預けだね。
り暴走している。なんとかこいつを止めないと。側の構成生物が直接エネルギーを送ってるみたいだ。あの方の正面は危険だな。
行っちまったよ。あの子は人死にが出たの気にしたのかね。この里ももう終わりだね。アゼルの話聞いたか？一体どこに行ったんだろう。いや、わからん。今資料庫を調べてるところだ。昔の記録に手がかりがあるかもしれない。彼女も9世紀の産物だからな。アゼル、どうして？彼女は塔を開く唯一の鍵だ。そして俺たちは塔に行きたがってるのを知ってた。彼女にとってあそこはクレイメンが死んだ場所だよ。そいつは分かってるんだが、ちょっとばかり話を急ぎすぎたかな。とにかく僕はアーゼルを探してみる。ああ、お前に任せるよ。落ち着いた？ええ、ごめんなさい、心配かけて。君はあそこで生まれたんだね。私もそう思っていた。でも違ったの。
生まれたんじゃない、ただ作られただけ。戻ろうハゼル、ダッシュたちだって悪いようにはシェアしないさ。トウがまた新しいしもべを作ってる。そんなことがわかるのか。一度同調すると伝わってくるの、知りたくなくても。ここからトウを止められないのか。ダメ、直に接続しないと。でもそれは、うん、わかってるよ。あのトウは完全に目覚めたわ、私のせいで。セストレンって遺跡のことを知らないか。名前くらいなら入力されてるわ。でも詳しいことはわからない。私の役目は塔の制御だけだったから。あなたも扉を開いてほしいの？クレイメンのことは気の毒だと思ってる。どうして？敵だったんでしょ？あなたの。最初はそう思ってたけど、正直わからなくなったんだ。いろんな人が戦いで死んでいったけど、敵を倒せば済むってもんじゃなかった。私にとっては大切な人だったの、それだけは分かってほしい。なんだか感じが変わったね、別人みたいだ。え？前はもっと冷たい感じだった。取り付く島がなかったっていうか。本当はそれが普通なの。でも私は規格外のドローンだから。規格外？そう、塔と同調するための特別性だから、物を思う力が強すぎる。ふん、僕は今の方が普通だと思うけどな。あ、何かまずいこと言った？違うの、どう答えたらいいかわからなくて。確かに何かを感じたんだけど。そうか、そのうちわかるようになるよ、きっと。規格外品の思考は人間に近いの、でも体は違う。どうやって同調してるの？同調って何と？あなたのドラゴンと。僕にはそんなことできないよ、普通に乗ってるだけさ。でもあなたは普通の人間と違う感じがする。力が目覚めたからわかるの。あなたとドラゴンの間に何かを感じるの、命のつながりのようなものを。死んだ子を天に返す準備だよ。よかったらあんたも見送っておくれ。ここももう終わりだ。廃棄して次の居場所を探す。一緒に来ないか？トウは、セストレンはどうするんだ？この少ない戦力じゃとても勝ち目などない。セストレンを倒す以前に
俺はこの里の人間を守らなきゃならない。生き延びさえすればまた戦える時が来る。20年30年いやもっと後になるかもしれんがな。僕はもう一度塔に行く。ドラゴンもそれを望んでるし、僕が塔へ行けば恒星生物を引きつけられる。ガッシュたちはその間に逃げてくれ。あとは僕が。だがどうやって？アゼルはまだ。私も行くわ。私が行って彼とドラゴンをセストレンに送ります。だけど勘違いしないで。それが旧世紀に与えられた役目だからじゃないわ。あの人の言っていたこと、この人たちの言っていること、どちらが正しいのかはわからない。だからエッジ、あなたに言って確かめてほしいの。そこにセストレンに何があるのかを。すまん。私が最初にあった警告があっただろう。覚えてるか？ああ。帰ってきたらあそこで再会しよう。いいか、約束だからな。少し前までたくさん人がいたのに。塔に行くのは今でも怖いけど、何もわからないままでいたくないの。何かの役に立つかもしれん。クレイメンに使った入り口はもう使えないのか？塔内部の対侵入者システムもすでに起動してるわ。だからごめんなさい。少しは役に立てるかと思ったけど、防衛システムのコントロールが完全に独立してるみたい。あ、約束しとくね。これから
君だけでもドラゴンと乗ってガッシュのシーカーのところへ戻ってくれ。それはできない。どうして？あなたが思っているほどドラゴンは融通の利く生き物じゃないのよ。ただの乗り手でもなく、何か重要な目的のためにあえてあなたを選んだの。このドラゴンはあなたのためだけに存在している。そう言っても過言じゃないの。だからあなたが死ねばドラゴンの目的を失って機能解除される。全部承知で。ええ、でも私は大丈夫。今はエッジ、あなたを信じているから。このゲートは開きそうもないわ。ここが塔の最上階。セストレンへ向かうためのコントロールエリアは一番下の地下1階。障害を止められるようになったわ。あとはローターパイルに直接アクセスして動作を切り替えればいい。
ターパイロット2号機を。スイッチは14回。あといくつか下の層にも同じものがある。Thank you.
今のがこの塔のガーディアン。確か、もう一体下の層に。ええ。いいのかい、アゼル。今ならまだ、ガッシュたちと一緒に行くことだってできる。心配しないで。それに、これは私自身が決めたことだから。そうか。なら行くよ。
あの船すげえだろ。父ちゃんたちが拾ってきたんだ。なあ、あんたが。あの乗り物は大したもんだ。9世紀の技術の塊だよ。普通の子供があれに乗ってたんだ。なあ、ゾアの話は確かに本当だったが、あんな焼け跡じゃ暮らせないよ。どうやら俺たちの旅はまだ続きそうだ。なあ、恒星生物の動きがおかしいぞ。早めにここを離れた方がいいかもしれない。結構いい土地じゃないか、ここは。そうね、この辺りは水も湧くし、また昔みたいに村を作れるかな。そいつはお前たち次第だよ。あの乗り物、アンユたちが見つけたんだよ。乗ってた男の子は死んじまったけど、助けてやりたかったね。折り入って話があるんだけどね。うちのフェイを嫁にする気はないかい？あの子もそのつもりみたいだし、悪い話じゃないだろ。え、でも僕は。分かってるって、訳ありなんだろ。そんなこと気にしやしないよ。いや、そうじゃなくて、アンユもあんたを気に入ってるんだよ。厄介事が片付いてからでいいからさ、ゆっくり考えてくれ。まだ仕事は片付かないのかい？あんたも腰を据えて暮らした方がいいよ。無理が効くのは若いうちだけなんだから。よろしくお願いします。必ず帰ってきてください。私待ってますから。あの乗り物はこの近くに落ちとったんだ。少年が一人乗っとったが、見つけた時にはもう手遅れだったよ。どこの誰かは知らんが、無茶をしたものだ。わしらの目的地は消えてしまった。だが旅は続けねばならん。まともに暮らせる土地を見つけるまではな。ここはまだ森に近すぎる。帝国の影がある土地にはとどまれんよ。あの船に乗ってたガキ、何者だったんだ？どう見ても帝国兵じゃないし、大した武器も持ってなかったしな。最近帝国軍を全然見かけねえな。戦はどうなっちまったんだ？この辺り様子がおかしいぜ。恒星生物が全然いないんだ。どうやら一箇所に集まってるらしい。
力が目覚める前、アトルムに乗っていろんなところを見たわ。でも大地を歩いたことはなかった。今のが警戒システムのセンサーよ。警戒態勢を解かないと次々と襲ってくるわよ。対物センサー始動。東海の警戒態勢を解除します。なんだこのスイッチ。この階に警戒システムを切り替えるスイッチ。Thank you.
来た時には通らなかった。ここがちょうど真ん中の層に当たる。塔が起動したせいで内部の構造も少し変化してる。あそこの接続部分を切り替えて。Yeah.
まで来てまた行き止まりか。仕方ない、引き返して別の道を探そう。待ってエッジ、ここから下に抜けるのが一番近道よ。手がかりを探しましょう。なるほど、こういう仕掛けか。Thank you.
ダイレクトアクセスに切り替えます。
僕はそうは思わない。今の君はあのガーディアンたちを見てかわいそうだと思ったんだ。目覚めた時は違ったかもしれない。でも人間だって生まれた時から人間らしいわけじゃないんだ。人間になったんだよ。外へ出て体勢を整えることも可能よ。
5号機ローターパイプコントロールダイレクトアクセスに切り替えます。
ライトゲートを開放します。Thank you.
なたこそいいの、エッジ。私自身、セストレンがどんな場所で、どんなところにあるのかさえわからないの。それが何のために存在するのかさえ。そこへ行けたとしても、帰ってこられる保証はどこにもないわ。あなたの方にこそ選択肢は残されているのよ。今はまだあの里の人たちと一緒に行くことだって。君をここに置き去りにしてかい。君は何がどうあっても進む気でいるんだろう。それは僕も同じさ。そうね。以前はあの人の望みに応えること、それが私の存在の全てだった。私は自分の意志で自分にしかできないことをしたいの。せめて今だけは一人の人間として、私が私であるために。そうか。ありがとう、エッジ。今のうちにお礼を言っとくわ。私がここまで来られたのはあなたのおかげ。君のおかげでもあるさ。始めるわ。扉を開きます。早くドラゴンへ。アゼル、君は。私はここに残るわ。まだやることがあるから。なんだって。あなたをセストレンに送ると同時にこの塔を破壊します。そうすればあの人たちは無事逃げられる。そんな。アゼル、君はどうなるんだ。わからない。だけど大丈夫、死ぬわけじゃないわ。
ここまで来た。お前の望んでた場所だ。さあ、答えを。お前の本当の力を見せてくれ。戻ってきたのだ。しかもその人間は。与えられた使命を守り続けることこそが我々の役目。しかしお前はその意志の外に存在する。排除する。あの時と同じに。排除する。誤った意志も絶対の客人も。最近やけに変種が生まれる。
これで終わる。この声、ドラゴンなのか？九世紀の残した遺跡、すべては今、私と共にある。さあ、私を殺してくれ、絶対の客人よ。そのために私は帰ってきたのだ。絶対の客人？それってドラゴンの？そうではない。どういう意味だ？私は絶対の客人を導く存在に過ぎない。九世紀の呪縛を解き、世界を再び人の手に戻せるのは、外の世界よりドラゴンに導かれた者、君だけなのだ。絶対の客人よ。
世界を人の手に返そうとしたあの時から始まった旅の、そして数千年にわたる使命が終焉する時が来たのだ。さあ、ボタンを押してくれ、少年エッジに宿りし魂。再び全てを始めるために。ありがとう。そしてすまない。そうか、君が僕の中に。君こそが絶対の。デポーズ。トゥーフ・ディンテリゲル。ニムス・ディンテリゲルトゥーデイクア・ディバリア。ディンテリゲル！ラッサーネ、エクシア。ルフィザ、レイティオ。デナ。The Conceal Raya Nostra. Dana Zas Edgy. Ooh.
Solis de Zoe, Macrar Matio Minus, de Verd Mimbus, de Factor Lex Vita, Today Ikua. Out the laws to quell laws. To es to enor party sitas zo, agor this gina to es. Civitas, to feng, jad transiv. Tum estu intas venia. Laus desesifir, lufisa es mutus.